おはようございます、山順です、今日ちょっとスーツみたいな姿で、ちょっとね会社の、ちょっと出張先行く手前でちょっと時間が余っていたので、この際ちょっとね、トークの、動画みたいのを一応ね撮ろうかなと思っておりました。今回のトークなんですけども、近年いろんな、芸能人の方だったり、最近ではね、去年の話ですけど、ジャニーズの子がなってしまった病気パニック障害についてちょっとお話ししようかななんて思っております。俺も、実はパニック障害31歳前後ぐらいに僕はパニック障害になりました。パニック障害ってね非常に辛い病気なんですよ。本当にね、これ冗談抜きなんです。で、誰にでも、パニック障害っていうのは、なります。誰にもなる可能性が非常にありますね。僕今パニック障害は一応克服はしてるんですけども、いつまた再発してもおかしくないんじゃないかなと思います。で、今回この動画では、もしかしたらね YouTube とかを見てる人たちがパニック障害で検索してたりとか、パニック障害でどうやれば楽になれんのかなみたいなものの、手助け、お手伝いができればななんて思っております。僕はこういう風にパニック障害克服したよものもお話できればなと思います。で、パニック障害になったきっかけなんですけども、パニック障害になったきっかけ、僕は食いすぎです。はい、食いすぎからなりました。簡単に説明すると、会社の帰りに、飯食いに行きましょうよって話になって、で飯食いに行ったんですよ。で、その時僕初めてスタ丼に行ったんですね。あの伝説のスタ丼って、かなりボリュームある、いつもだいたいああいうご飯とか食べに行くと大盛りにしたがるんですよ僕。で、ご飯の大盛りってなんて言うのって聞いたら、マシマシって言われたんで、じゃあすいません、あのスタ丼マシマシでって言ったら鬼のような量が来まして、で、その時ね腹減ってたんで、サラダと餃子もセットで頼んじゃったんですよ。そしたらとんでもない量だったんですよね。で、普通にその時はペロリと食ったんですけども、外に出たら吐き気に襲われまして、で、その時はタワーマンションの、周りをね、1時間半ぐらい歩き続けて、消化して、で電車に乗って帰ったんですけど、その時ぐらいから発症したんですよね。おそらく電車の中にいて、なんかすっごい心拍数が上がってって、やばいこれ吐いたらどうしようとかね、電車の中ですごい考えちゃったんですよ。で、その後その週の末に日曜日の夜にマックを食ったんですけど、結構食っちゃったんですよ。次の日の月曜日に会社行く時に電車でもう油汗ダラダラの状態になっちゃったんですよね。で、心拍数もどんどん上がってって、正直言うと普通に立てないような状況になっちゃったんですよ。なんとか会社にたどり着いたら平常に戻って、でまた電車に乗ろうとしたら起きたんですよね、同じようなことが。それを1週間弱ぐらい繰り返していて、で僕は知り合いにこういう感じなんだよねって話を相談したら、その友達の、友達が実はパニック障害に発症していたと。で、似てるからちょっと病院行ってみなって言われて、専門医に行ったら、俺はパニック障害ですよってそこで告知されまして、もう結構なやばいレベルの、僕はパニック障害のレベルだったみたいで、一応そこで精神安定剤って言われるデバスっていうね、普通の状態の人が飲んだらもう頭完璧に飛んじゃうような薬なんですけども、そのデバスというものを、電車に乗る前、朝晩っていう形で、飲んで精神を安定させた状態で、そのまま家に帰る、そうするとその精神が安定してて、心臓の方、心音ですよね、心音の方も、ちょっとずつ、和らいでいくみたいな薬だったんですけど、それをやっぱり1年ぐらい服用してまして、一応今は大丈夫になりました。じゃあなんで大丈夫、治ったのってなってくると、僕は独自に、一応いろいろ改善点があったんで、そこを、ちょこちょこ自分なりに改善した結果、今はほぼ安定しているような状況です。僕が改善させた方法っていうのは、心拍が上がっていくじゃないですか。心拍が上がっていくんであれば呼吸が荒くなってくるんですよね。心拍が荒くなってくると、その呼吸をまず抑えるという方法を取りました。それは例えば電車の中でってなっちゃうわけですよね、最初の方は。本当にそれを呼吸でっていうような、深いスススス、ハハハハじゃなくて、一呼吸
と一呼吸の往復をものすごい遅くするんですよ。もうじっくり吸ってじっくり吐く、まずこれを、やることによって心拍を、整えるというような状況をまず僕はやりました。でさらに、パニック障害っていうのは人の目に見られる、電車の中乗ってると変な息遣いをしてたり油汗をかいてたりすると他の人がこっち見てくるわけですよ。それがすっごいストレスになるんですよね、心的な。でそのストレスを、緩和するためにじゃあ何をプラスでやったかっていうと、もう携帯のゲームです。常にやり続けてました、電車の中で。プラス呼吸の整えるという方法をとって、僕はそれをまあ半年からまあ7、8ヶ月ぐらいやってなんとか普通の状態に戻りました。携帯のゲームもまあ携帯ね、こういう風に携帯がありますけども、目でここで追ってしまっているとこの携帯から先っていうのは当然普通の世界が見えるわけですよね。で普通の世界が見えるというと人の目が入って、僕に向けられているという、心境に実はなってしまうんです。そういうのもありましたんで、僕はあえて頭の中でですけども、頭の中でもう完全に VR みたいな状態にしてたんですよ。ゲームのみの画面しか僕は見ていないと。で、どちらかというとこういう縦型になってしまう縦型のゲーム、まあ俺よくやってるのは白猫なんですけど、白猫とかやってたりすると縦型ですよね。でも断面もとかみたいな横の状態になるとスクリーンが横になるんで、どちらかというとその仮想 VR 的になりやすいんですよ、自分の頭の中で。そんな困難をしながら、半年ぐらいやっていて、でそうしたら一応薬も飲まなくなって、大丈夫になったというような、僕は改善方法を取りました。この改善方法っていうのがやっぱり人によって、多分人だったり症状がかなり変わるとは思うんですけども、僕はこの方法で本当に今は全然大丈夫になりましたね。なんかね、いろんなところにスイッチが実はパニック障害ってあるんで、本当にね、誰がどういうタイミングで発症するかっていうのが本当わからないんですよ。単純に言ってしまえばスポーツ選手がパニック障害になったり、ジャニーズの子がパニック障害になるっていうのはもうわかりやすいですよね。人の目に見られるんで、でその見られるっていうことに対してストレス、スイッチが入っちゃしまって、気持ち悪くなる、フラフラする、吐き気がする、頭が痛くなる、などなど、そういうのが入ってしまって結果、人前に出るのが怖くなる、それがパニック障害ですよね。パニック障害は普通、俺医者に言われたのは半年間外部と立ってくださいって言われたんですよ。連絡とか仕事とか止めて、そんなんじゃ生活できないじゃないですか。でもだからこそ僕は仕事をしながら対応すべく、いろいろ考えた結果、そのさっき言った呼吸法が一つ、携帯のゲームとかに没頭する、もう完全に外部から視界から、僕以外の人間をシャットダウンするっていう方法を取りました。ただね、やっぱり仕事行っている時とかやっぱ休日は案外大丈夫なんですよね。だからやっぱりスイッチが入ったのがこういう風にスーツを着ていて夜ご飯を食べに行った時なのがきっかけなので、おそらくスーツを着て電車に乗る時に入りやすくなったんだろうなと僕は思っております。ですので今いろんな形でね、パニック障害とかで悩んでる人とか絶対いると思うんですよ。で、それは確実に治ることは治ります、頑張れば治ります。ただその治し方の方法だったりを失敗すると、おそらく、ずっとそれと付き合っていくことになると思います。なんだろうな、わざわざ薬飲んで精神安定させてとかね、いろんなストレスとかがやっぱり出てきちゃうんですよね。さらにストレスが積んでいくんであれば、パニック障害は治らないとかっていう不治の病でもないし、パニック障害になってる人たちはぜひね、諦めないで、自分のその直したきっかけっていうのは最初のスイッチが入ったのがまずどこのポイントからなんだろうっていう、そこの精査から始めたので、パニック障害で今悩んでる、本当に辛い、どうしようもないっていう人はまずそれがなったのきっかけはじゃあどこだったんだろうっていうところからまず戻ってみてください、考えを。そこからここら辺から確実になったよねっていうポイントをまず見つける。その間のポイントを見つけたら、じゃあそれを、防ぐにはどうすればよかったのかな、要は今もう現状、パニック障害になってしまっているならば、この発生した原因のポイントをまず突き止めて、でそのポイントを、
当時どうすれば実は回避できたのかなっていうのをまず見つけてください。でそれを見つけて今現在、ある状況、発症するタイミング、そういうものも全部自分で一旦調べて、でその上で、僕みたいに例えば呼吸法だったりとかゲームに没頭する、そうすると、和らぐ、おそらく当時は、もう今から7、8年前ぐらいの話になっちゃうんではっきりしたことは言えないですけど、当時はこれだったら和らいだっていう感じだったんですよ。あ、これだとちょっと楽になるわっていうところから徐々に詰めていったの状態だったんですね。そういうふうに悩んでる人たちは自分の状況をまず精査して、精査し終わったらじゃあどうすれば楽だったかなっていうところを探してみてください。あまり変わんねえのかなとか思うんですけど、実際やってみて徐々に軽くなっていくと実感してくるんで、本当に。でそこから例えば薬を飲む量を減らしていくんですよね、わざと。そういう風にすると徐々にスイッチを遅らしていくんですよね。で最終的にはその遅れがどんどん追いつかなくなってきて、スイッチが入らなくなってくると思いますので、皆さんも、今悩んでる方いて、この俺の、動画を、見て、ちょっとでもね、なんかこう思っていただけるような方がいたら、ぜひねちょっと考えてみてください。その最初がどうだったかっていうことをですね。で、パニック障害がなくなったら本当こういい生活に戻れると思います、僕は。はい、ということで、僕のこんなトークでね、ちょっと皆さんがどう、思っていただいたかは分かりませんけども、本当にパニック障害っていうのは本当に辛い病気です。辛い病気であり、ずっと完治はしないでしょうね。あれは一回入ってしまうと、それに近いことが起きるとまたスイッチが入る。だから僕はそれ以降、食い水に気をつけてます、正直ね。ですので、この動画がね、一人一人パニック障害で悩んでる方たちのね、たった一人でも救いになってれば、俺はすごい嬉しい動画です。それはねやっぱり分かち合わないと分からない部分なので、病気をね。ということで、今回の動画、トーク動画はこんな感じで終わらさせていただきたいと思います。もしね、パニック障害について、あ、こんな感じだったんだろうか、初めて知ったよとか、ためになりましたみたいな感じだったらね、グッドボタンとか押していただければ幸いでございます。また、ちょっと今回トークですけども、多趣味の私がいろんな動画を今後出していきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録としていただければ本当幸いでございます。ということで、皆さん、病気は本当に怖いんで、ご注意ください。それでは、また次回の動画、よろしくお願いいたします。では、やめじゅんでした。バイバイ。